はい、どうも、奈良です。今回はですね、2の集合 A とそのべき集合2の A 乗で、はい、次のようなですね、不等式が成り立つことを証明します。これをですね、はい、カントールの定理と言います。このですね、2の集合とそのべき集合では、濃度の代償関係が次のようにですね、べき集合の方が多いというふうになります。直感的にですね、なんとなく当たり前みたいな感じがするんですけど、これ実は証明はですね、また難しくて非常に面白いものなので、ぜひですね、ここで紹介しておきたいと思います。そしてですね、このカントールの定理からいろいろなですね、また集合論を発展させていくことができるんです。はい、では証明なんですけども、まず2の集合ラージ A からそのべき集合2の A 乗への単斜が存在することを示しましょう。はい、単斜が存在するとですね、ある不等式が成り立ちます。まず斜像 G を準備しますね。A から2の A 乗ですね。このべき集合への斜像で、2の A 乗の弦で要素が1つしかない集合を考えます。2の A 乗の弦です。これどういうことかというとですね、例えば、ちょっとここなんですけども、はい。例えば A をですね、1、2というふうにします。すると、べき集合というものは部分集合の集合でしたね。なので、はい、このようにですね、A の部分集合である空集合、そして1、2、そして A 自身の1、2があります。で、2の A 乗の弦ということは、これ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 のこの4つの弦で、要素が1つしかない集合の弦ですね。これです。この2つですね。これを考えると、それが A と同等になりますよね。1と2なので。はい、したがって斜像 G の単斜性を示すことができました。このまま単斜だから一個一個に移っていることになりますよね。はい、ここにも例を書いてるんですけども、はい、ここ1、2という集合があるなら空集合ですし、1、2、そして1と2という集合が入りますね。これを例にすると、先ほどのようにですね、ここの1と2で、ここに行き着くので、はい、単斜性を示すことができました。実際ですね、A の弦をスモール a、2の A 乗ですね、べき集合の弦をこのように取ります。するとですね、2の A 乗ですね、A のべき集合の弦で、とある弦が等しいなら、1つしか弦がない集合なので、A を要素に含みますし、一つしか要素がない集合があって、それは B という弦を含みますね。これにより、A イコール B となって、確かに確認ができました。数式的に確認するとこのようになります。はい。単斜性ですね。単斜っていうものは、例えば今 G なので、GA イコール GB なら、A イコール B が成り立つ。こういった性質がありましたね、単斜っていうのは。それがこちらです。こちらの動画をしっかりとご覧になって、この単斜や全斜、全単斜というものの特徴を理解しておいてください。はい、したがってこれを数学的に入れたので、ちゃんと G が単斜であることを確認できました。はい、以上からですね、単斜が存在することにより、濃度の代償関係である A の濃度、小なりイコール、べき集合の濃度が言えます。いいでしょうか。こちらが言えます。これ単斜性だけで言うことができました。そしてですね、はい、ここでですね、この集合 A の濃度とそのべき集合の濃度が等しくないということを示せば、晴れてですね、こちらの不等式を示せることになるのではないでしょうか。はい、では早速次にですね、この not イコールであることを示したいと思います。こちらを示していきます。もしですね、集合 A とそのべき集合の濃度が等しいと仮定します。そしてですね、矛盾を導くんです。するとですね、 A からべき集合に全単斜、括弧全斜でもいいですが、存在しますよね。はい、全斜が存在するなら、もう単斜性を言えていることから全単斜が存在するので、このような全単斜または単斜性が言えればいいということになります。そしてですね、このように仮定して矛盾を導けば、これであることが言えますよね。なので今から背離法で証明していきます。はい、斜像 F をですね、 A からそのべき集合2の A 乗の行き着く斜像とします。この F を全単斜と仮定するとですね、まあ A の要素はスモール a ですし、
2の A 乗の弦っていうものは FA ですね。要素は FA です。こうであり、べき集合2の A 乗の性質から FA は A の部分集合になります。またこれってどういうことかというとですね、またこちらの具体例で説明するんですけども、集合 A の要素である A が1か2ですね。そしてそれに映す写像が何か存在します。で、今全単写と仮定しているので、例えば1が1ですし、1が0、1が空集合でもいいですし、1が1、2に行ってもいいですし、何か2がこれのどれかに映ってもいいです。で、仮にですね、こちらとこちらに映ったとしましょう。そしたらその FA っていうのは結局ですね、ここでもいいですし、ここでもいいですし、まあこちら側に来てもいいですよね。こちら側に来てもそれはですね、やっぱりこの1だったり2だったり1になったりするのは A の部分集合になってますよね。したがってですね、このような性質が言えるのであります。はい、そしてですね、スモール A in large A かつ large A の部分集合である FA よりこのようなことが言います。 A は FA の弦ではないか、 A は FA の弦になる。はい、これはどういうことか、それは次のここの具体例で紹介します。で、まあですね、ここでですね、この A は FA の弦でない A 全体の集合を B とします。これをまたここに書くんですけども、これはちょっとどういうことかですね、具体例で説明していきたいと思います。例えばですね、集合 large A をですね、1,2,3,4 の弦を持つ集合とします。で、 F は全単写であることを仮定して進めていっていることから、 F は全単写です。なので1対1対応であることを前提としていますから、こういうような具体例が作れます。例えば F1 というものは1をですね、何か施すと空集合になって、2をですね、 F で施すと例えば2,4に行き着いたとします。これ全部もちろんべき集合の部分集合になってますよね。で、例えば3だったら F を施すと2に移って、4に F を施すと1,2,3,4というこのべき集合の弦に移ったとします。このようにするとですね、 A は FA に属さないっていうことなんですけども、これっていうものはここですね、行き着く先に FA です。 A はここで1です。で、 FA はその行き着く先ですねに属さないということは、例えばこれですね、はい、行き着く先の空集合は1を含んでませんから、こういったものの条件を満たすものは F1 イコール5と、もう一個ですね、これです。3に F を施すと2に行くんですけども、その2の中には3がないですから、この2つを指します。こいつはですね、2に F を施した2,4になるんですけども、この2,4、つまり FA が2,4なんですけども、これ FA ですね。しかし2を含んでるから、どちらかというとこっち側ですよね。このこれはこっち側です。で、ここもこっち側ですよね。なのでそれはなしにして、この性質を持つものだけを集めてきます。それを B とするんです。だから、はい、A は集合 A の弦ですよね。で、集めてくるので、こういったものを集めてきます。するとですね、はい、今、この集合 B っていうものは弦、このスモール A なので、で、こういう性質を満たす、FA の弦ではないスモール A を満たすので、ここで言ったら1と3ですよね。1、3に、この具体例では相当します。それはですね、この辺の記述になってます。ここはですね、結構分かりづらくて難しいのではないでしょうか。はい。そして、話を進めていくと、B はですね、このような性質がある集合ですよね。これは、もちろんこの1、3っていうのも、やっぱりこの1、2、3、4の部分集合を満たしていることから、はい、べき集合の性質により、やっぱりですね、べき集合の弦となってますね。これ1、3というものは、ここ、ラージ A の部分集合になってますよね。1、3ですね。はい、なので、べき集合の弦となります。B は。これであり、F はですね、全写性も満たさないといけませんよね。全単写なので。はい、これも満たしていることから、ラージ B に移す A の弦も存在します。つまり、ここの B っていうのはですね、大きいべき集合があって、そこの中にですね、B の弦が1個ポンってあるんですね。その B にまた移す A からの写像が存在しないといけないですよね。全単写だから。なぜなら、べき集合に、こうですね、べき集合に全部
移す元の何かがないといけないからですね。この弦全部は元の何かが存在しないといけないということになりますよね。なのでもちろんこの B に行き着くこう A からの弦も存在しますよね。つまりですね、その弦を何かですね、 X とします。この X に何か F を施すと B になるような弦 X ですね。もちろん集合 A の中に入っている弦です。これがあることになります。この時ですね、次のようなことが言えます。それがその X が B に入らない時と X が B に入る時、この2つに分かれます。これはですね、ここの具体例で言うとこの1、3にですね、この元々の1、2、3、4のどれかで1、3に行く写像があります。そのような弦が存在します。それがですね、この1、3っていうものに含まれてないものから来るのか、つまり2や4から1、3に来るのか、それかここの1、3に含まれている1または3から写像によって映るのかの2択になりますよね。しかしですね、なんとこの B の決め方をするとどちらも矛盾が生じてしまいます。したがってですね、このような B のようなですね集合を作ると、これはべき集合の弦なのに、2の A 乗の弦なのに、その A から来る写像がですね存在しないことになります。これってですね、2の A 乗、つまり A のべき集合の方が大きいことを示してますよね。はい、A からバッて写像で映ってくるんですけども、そこからはみ出す部分が B なんですけども、その B に行き着く写像がないっていうことで、はい、矛盾が生じてしまうことから、もし前端者なら矛盾が生じてしまうことから、このはみ出した B の部分があるので、このようなですね不等式が成り立つということになります。つまり2の A 乗、 A のべき集合である2の A 乗の方が大きいということになりますよね。はい、例えばですね、矛盾を導くんですけども、X が B に属さないときですね、このとき B の定義により B に属さないなら、例えば2とか4ですよね。なので2と4からこの B に行かないといけないんですけども、これはですね B の決め方により B にですね、その X は属さないといけません。これ不合理ですよね。 B の決め方っていうのは FA に属さない A 全体の集合でしたよね。例えばここで言ったら、はい、1や3ですよね。1や3っていうものを、はい、集めてきたものが1、3です。そしてもしですね、この2とか4が B に行くのであれば、ここの B に2っていう数字も このルールにより入れないといけないですよね。なのに入っていないということになります。はい、入れないといけないのに入っていないということで不合理が生じてしまいますね。はい、で同じく今度は X が B に属しているときですね、例えば1とか3とかですね、このとき B の定義により今度は属しているなら外さないといけないですよね。例えばここですね、属しているなら2と4、 2と4とかですね、属しているならこの B には外さないといけない、つまり属しているなら B から外さないといけないから、属しているならB から外さないといけないということで、やっぱり不合理になっちゃいます。これはですね、前端者であることを仮定してですね、無理やりその前端者の外側に定義できる B が見つかったことに他ならないですね。それその B に行き着く写像が結局存在しないことを言ってます。したがって1と2より F が前端者であると矛盾するので、そのべき集合2の A 乗っていうものの濃度はイコールではないですね。ではありません。なのでノットイコールですね。以上から、はい、こちらの不等式ですね、集合 A の濃度小なり集合 A のべき集合2の A 乗の濃度が言えました。はい、いかがでしょうか。でですね、これちょっと図に書くとまた面白いので、ちょっとこちらにですね、ちょっとこの具体例の図を書いてですね、もう少し詳しくちょっとこれをですね探っていきたいと思います。この具体例を採用します。なので、A の集合には、はい、このようにですね、空集合2、4、2、1、2、3、4みたいな感じで、べき集合の、はい、もし前端者であることを仮定した時のこの具体例を書いてます。そして、それぞれですね、集合 A の要素1、2、3、4を準備します。で、
A が FA に属するですね。はい、行き着く先の部分で属するなら1番、属さないなら0番を打っていきます。はい、例えばこうですね、1は空集合に属さないので、1からこう移った写像ですね、こう移った写像です。はい、属さないので0ですね。で、属さないので0、属さないで、ここを属しますよね。で、2っていうものはこの空集合に属さないし、ここは属します。で、属して属しますね。で、3は属さない、属さない、属さない、属する。で、4は属さない、属す、属さない、属す、このような形になっております。いいでしょうか。はい、そしてですね、次にこの B を作ってしまいます。この1、3っていうのはやっぱりですね、べき集合に入ることから、このようにですね、ここに作ることができます。新しくこの B っていうのをですね、 B っていうのは 1,2,3,C でそれぞれですね、 F という写像を施したときに、その行き着く先ですね、この行き着く先のこの集合を見たときに、この本来の1が属しているのか属していないのかっていうものでしたね。で、属さないものですね、こっち属してしまうから2はダメで、属さないから3は OK で、1も属さないから OK で、4はここに属しているからダメでというふうなルールを作って、そのさっき言った1と3を集めてきたものですよね。はい、A は FA に属さないもので、この集合 A の1、2、3、4っていうものを集めてこいっていうことですからね。はい、このように作ることができました。するとですね、ここって、はい、ここ矛盾が生じてしまいますね。もし1が0番だったら、ここですね、0は1が全部こう入っちゃうんですけども、1が B に入るなら、ここそもそも1入れちゃダメですよね。はい、例えばですね、もし番号1だったら、はい、このようにですね、番号1だったらここに1が入ってないといけないですよね。で、もちろん1は入ってるんですけども、B の決め方がそもそもですね、この1の時に0であるものの集まりでしたよね。例えば、0であるものの集まりでした。だから対角線を取ってあげます。はい。すると、3である部分と1である部分ですね。1は φ というものに属してないから、その1を採用してきた。ということになります。それを B って決めているので、こう1が入るとしてしまうと定義によって矛盾してしまいますよね。だから1っていうのはちょっとどうしても矛盾してしまいますし、0ですね、今度は入らないと仮定してても、もうすでに入っちゃってるから、例えばですね、今度はこの0としてもですね、ここも1入っちゃってるから、やっぱりですね、矛盾が生じてしまいますね。だからこのような B を満たすですね、ここの弦をですね、見つけることができないんですね。はい、そしてこの B っていうものは、はい、次のようにですね、この対角線の番号を変えた1010っていうですね、ここですね、対角線上の部分をこのようにですね、変えたものに対応します。するとこう1だから3含んで、 1の時は1だから1を含むようなのに対応してます。これを満たす弦をですね、作ることができないということから矛盾が導けるのでありました。そしてですね、実際はですね、このようになってます。ちょっと実際はですね、 A が 1,2,3 として、そのべき集合というものは次の8個になるんですけども、これ表で書くとですね、このようにですね、長方形のように横広くなるんですね。でももしですね、全端写ってあると仮定すると正方形になっちゃいます。これもやっぱりちょっとおかしいですよね。で、実際にですね、ここにいろいろ番号をつけていくんですけども、これ入らないから0で1001011ですね。で、2がこのようになるんですけども、例えばこういう長方形の部分を取ったり、まあここでもいいですし、なんか適当に取って、ここ長方形として、ここの対角線ですね、斜めの部分を111とか、例えばここだったら000とかですね、例えばここだったら110とかいうふうに変えてあげるんですけども、そしたらこの囲った部分にこの110っていうものは
こう存在しないですよね。そういうように考察することもできますね。非常に面白い。これも対角線論法の一つとなっているそうです。はい、いかがでしょうか。このようにですね、具体例を利用しながら、この抽象的なですね、お話もですね、こう比べながらやっていくと、かなりですね、抽象的なものもイメージしやすくなるのではないでしょうか。はい、しっかりとですね、やっぱり抽象的なものは、こう具体的なもので一回実験してみて、こう比べながらですね、やっていくといいと思います。ではですね、今回でカントールの定理を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。